そこを生かしながらうまく順応していってほしいなと思います。まあ、強いチームの宿命ですけれども、主力クラスがこうやって引き抜きを受けるという、はい、椎橋、三つ丸、これをすぐに取り返して三つ丸マイボールにした。ラストパスが来ます、ペトロハウル。まあ、左サイド三つ丸のクロスというのはレイソルの一つのストロングポイントだと思いますので、うまく入れ替わって脇坂引きつけます。裏を狙ってきました長谷川、折り返し家永、こぼれた右足、まあ、相手に当てないようにちょっとアウトにかけたような、うん、そうですね。ルーズボールは上り里ダイレクト、レアンドロ・ダミアン、プレーオンで家永、長谷川が行きます、ダイレクトで折り返してきます、柔らかいボールにヘッド、長いアドバンテージを見てましたが、あ、イエローカードが出ま す, です、ね。まあ、ここから攻撃がスタート、うん、上り里の縦パス、いやこのファーストタッチ素晴らしいですね、一つまたいで右足、旗手まあ、キム・スンギもよくセーブしました、はい。まあ、川崎もだいぶこう囲まれましたが、シミッチを使ってもう一度リターンパスを受けます。家永、上りだとスピードアップ、一気に縦パス、セカンドボール旗手ところでしたけども、キム・スンギよく出てきましたねここ、はい。まあ、相手に当たって入ることもありますから ね、 そうですね。ぶつかりましたが食べて家永、あ、これはレフリーの判断でファールを取ってイエローカード2枚目。遅れてましたか。そうですね、旗手の方が一歩、そうです、441ですね、入れ替わってラストパスからフィニッシュ、脇坂だけでした。宮城、この宮城のスピードですよね、というかタイミングでも、脇坂、家永、柔らかいボール、セカンドボールダイレクトシュート、上りだと脇坂足元に入ってラストパス、宮城受けたんですよね、そこからのボールでしたけども、キム・スンギュ素晴らしい反応ですね、鬼木監督動きます。宮城、立花田、レアンドロ・ダミアン、ヒールパス残して立花田、宮城、うん、シュート打ちましたね。このタイミングで打たれると、まあ、ディフェンス対応できないですからね、いいシュートだと。引きつけてサイド、宮城、右足だ、ポスト巻いたシュート、イメージ通りだったと思いますね。切り返してからシミッチ、山根が内側でパスを出します、粘って小林優から立花だ、シミッチ残します、立花だ、横パスで車屋、ワンタッチから左足、まあ、車屋も前が空いてましたのでね、思い切ったシュート、少しアウトにかけながらっていうところでしたけども、ここも落ち着いて素早くスローインを入れようとしたんですが、ボールが滑ってしまいました。クリスティアーノフリーでしたからね、試合終了、一人少ない勝ち。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification